俺とスタッフって感じだから、これこうピラミッド構造にして、はいはい、こうしたいよね。そうそうそう、できればね。でなんか爆発的な結果を生むときってゾーンに入るよね、ライティングとか。そうそうそう、はい、どうもです。こんにちは、スコイキです。今回はツイート深掘り、はい、ていこうと思います。ちょっと気になったツイートがあるのでいいですか。はい。あおくんの1月15日のツイート。結局人は変わらない、スタッフ教育なんていうのは存在せず、あるのは採用と首と仕組み作りです。無能はどうせ無能です。無能でも働けるルール作りをして、そのルールを守らない究極のカスを首にしていくことが綺麗事抜きの組織作りの正しい形です。言うね。いいツイートじゃないですか。無能っていうのは脳がない人なんですよ。こういう信じろみたいな最高のツッコミだな。結局人は変わらないっていうことですね。本当によくさ、無能な部下をどうにか教育しようとかあるじゃん。もう無理だってって思った。いや俺もね、そういう風に思ってた時期あったんだけど、どれだけ期待してもやっぱダメなやつはダメだなって思って、結局まあ人材なんかガチャだなって思ったのよ。優秀な人は優秀だし、無能なやつは無能なんだなっていう。無能なやつが優秀になることなんて基本的に起こらないと。だから採用頑張る、そして無能なやつはちゃんとクビにすると、あとルール作り、多少無能であってもこのルールにのっとればちゃんとパフォーマンスが発揮できるよねみたいなルールをしっかり作ってあげるっていうのが重要だね。クビにするべきなのはそのルールを守ってくれない人、それはクビにすると。でしっかりマニュアル整備して、マニュアル守ってくれないやつをクビにして、そして採用して、残ったろ過された優秀な人だけで組織を回していくっていうのが重要だなというふうに思いました。なるほど。スキル発掘者はどんな感じですか。もともと割と取る時点で決めてるかもしれないな。今一緒に働いてくれてる佐田くんとかさ、付き合いも長いのよ。10年とか中3からでしょ。11年目彼が中1の時から知ってるから、それは真面目だなっていうのは分かるし、マニュアル通りやるなっていうのは分かるから大丈夫だし、一緒に働いてる黒沢さんっていうスタッフがいるんだけど、その方ももう長いよね。採用するまでに2年ぐらいは取引先として仕事関係があったから。じゃ採用ハードルが高いんだ。スキルアックスは高い高い。そうだから、まあ、採用するにしても本当に簡単な業務からお願いしてるかな。スライド作ってくださいとか、そこからスタートしてちゃんと入ってくるみたいな。でもさ、結構さ思うのが、龍拳さんとかと比べてさ、佐古くんって優秀な人材一人でこっそり囲みがちだよね。そうかな。結構龍拳さんとかさ、こいつ優秀だっつってさ、例えば生ハムくんが優秀だってなったら生ハムくんの仕事が殺到するような感じになるじゃん。佐古くんは結構スタッフをね隠し持ってるなってイメージがあった。龍拳さんってさ、誰がスタッフなのか結構わかるじゃん、外から見てても。佐古くんって誰がスタッフなのか外から見てたらわかんないんだよね。黒沢さんとかもだって結構深い付き合いになって初めて知ったし、こいつ優秀な人材独り占めしてんなって思ったまあ発信してないからね。発信してたらプッシュするよ。佐田くんもそうだけど、俺も独り占めするタイプだった。組織作りで気をつけてることある？組織作り多分ねあんまり上手くないと思うんだよね働いたことないから組織作りって教材ないのよ。全然正しいのか分かんないよね。気をつけてるのはあれじゃない、ストレスのかかんない人と仕事をする。インセンティブ設計とかはどうしてる？人によりけりかな。ああ、まあレベシャーの部分作ったりとか、うん、そうそうそう。自発的に動いてくれる人とかいるといいよね。自発的に動いてくれる人半分、決められたことを淡々とこなす人半分ぐらいがちょうどよくない？うちもそんな感じだわ。半分ではないけど変わんないよね人って。マジで変わらん。勉強が大事とか発信してるけど、あれはやっぱ元のマインドが整ってるから結果出すわけだもんね。まあそうだね。なんかルール守らないとか、明らかに最初から無能ですみたいな人はその限りではないからね。有能なんだけどまだ花が開いてない人は勉強したら花開くよみたいな。スキルがないとか、マーケの知識がないとかは変えれるんよ。マニュアル読んでないとかはねきついよね。根本的になんか真面目じゃないとか、そういうのはねなかなか変わんないんだよね。真面目じゃないはきついね。仕事舐めてるとか寝坊しちゃうとか、そういうのは治んないんだよね。前日二日酔いになっちゃうとか。それどうしてんのそういう時は。前まで怒ってたけどもう怒んなくなっちゃった。そいつを仕事に入れないっていうだけ。クビになるのか。クビにする。警告はするよ。前日に飲み行くのやめてよっていうことは言うけど、それでも治んなかったらまあもう外すしかないよね。せやな警告するだけだいぶ優しいと思うけど、今さ結構なんか俺とスタッフって感じだから、これこうピラミッド構造にしてこうしたいよね。そうそうそう、できればね。うちまあコアなスタッフ 3,4 人しかいないからまあ別にいいんだけど、ピラミッド構造をさ作っていくと、でもさ中間管理職が何やってるか結構不透明になってさ、そこに報酬払うの嫌だなとも思っちゃうよね。だからコミュニケーション取る人を一人にしたいなっていう印象あるよね。確かにね。マーケティングを死ぬほど勉強して死ぬほど実践した結果、結局ノリと勢いだなって思ったね。思わん？でも熱量、勉強したことをちゃんとやりきるだけのノリと勢いないときついよね。案外その勉強したことをさらーってなぞったところで意外と結果出ないときは出ないなみたいなのを感じて、そこに対して熱量が向いてるときと向いてないときで全然コンバージョンで変わるなみたいな。変わるね。もちろんなんか勉強してなかったらそもそも話にならないんだけど、勉強してなんかフラッてやったときはそこそこの結果みたいな。でなんか爆発的な結果を生むときってゾーンに入るよね、ライティングとか。そうそうそう、知識だったりが自分の血肉となって、あんまりその知識を使ってる感覚も
もなく、ただノリと勢いでうわーって喋り尽くしたりとか、うわーって書いてる時が一番コンバージョン率高いで、後から見たらちゃんと学んだことの原理原則にはのっとってるんだけど、でそのなんか原理原則にのっとって、これがこれでこれがこれでってやってる時よりも、それが血肉となってうわーってやってる時が一番いいなっていう感じかな。結局ね、後から枠にはめることはできるんだけど、その瞬間にノリと勢いのものの方がより大きな結果が出るなみたいな。ノリと勢いだけでやれよって言ってるわけじゃないよ、ね、そう知識だったり勉強をしっかりした上でしっかり実践して、それが血肉となった上で思いっきり振れよみたいな。正しいバッティングフォームをしっかり身につけて、でそれを意識しながら振る練習も素振りもたくさんして、でそれでたくさんしていこうと失敗をした上で、最後のガチの本番の試合ではフルスイングした方がホームラン出んじゃねみたいな話かな。ビジネスって家でゆったりしながらできるから、野球で言うとそれこそこう意識しながら振ってみたいな状態なんだよね。こう脇がこう締めてみたいな感じで、ビジネスも今こう理想の刺激をしてって考えながら書いた文章って、やっぱちょっとこういけてないというか、乗り切ってないというか、自分の文章じゃなく感じるよね。隣に置いたサンプルの人の文章っぽいなみたいな、伝わるんだよね多分。普段の文章のニュアンスは違うなみたいなのが分かっちゃうんだよね。最後にふざけるのとふざけないのとどっちが反応いいのかな。お金のためにお金を稼ぐじゃない、やりたいことにお金が必要だから稼ぐっていう考えじゃないといつかきつくなる、目的と手段をごっちゃにしないようにしよう、僕はパトをやりたい。このツイートの意図は、最近結構動画でも話してるけど、なんか俺稼いだ先で何したかったんだっけってなって、使い先がないとお金を稼ぐモチベーションって湧かないよねっていう。なんか昔はさ、なんか月収1000万行ってみたい、月収2000万行ってみたいとか思ってたけどさ、もう月収2000万3000万にしてもなみたいな、年収2億が3億になったところで何か変わんのかなみたいな、そのインセンティブが徐々に小さくなるじゃん。最近ちょっとそのモチベーションがだいぶ落ちてきて、稼いだ先にやりたいことがないと稼がないなみたいな、もっと収益増やしたいっていう欲がちょっとなくなってきてるから。ワールドシリーズオブポーカースーパーハイローラー出る、参加費3000万いやそのポーカーに死ぬほど出たいなっていう欲求があったらさ、稼ごうと思うかもしれないね。参加費3000万よ、これで優勝したら一気に日本ランク1位、知らんけど。これに出るために個人の資産を増やそうっていうモチベが湧くわけでしょ。そういうの大事だなと思って。大事よってなったら、まあ俺今何やりたいんだろうと思って、バンド活動とかそんなお金かかんないしな。東京ドーム貸し切ろう、一人しか観客呼ばない東京ドーム貸し切りライブやろ、好きな女の子一人だけ呼んで、それはやばい、感動するよ使う目的大事だよね。稼いだ先にやりたいこととかね、別にお金じゃなくてもいい、ビジョンとかのもいい、事業を大きくして世の中変えたいとか、そういうなんかたぎるようなモチベーションがないと仕事頑張れなくなっちゃう。稼ぎすぎてお金が手に入るともういいやってなって、やっぱお金がなくなってくるとちゃんと稼がなきゃってなるから、世の中うまくできてるのよ。最近なんかこう日々が楽しくないというか、生地真面目だからさ、それでも仕事はするし、それでも頑張り続けるんだけど、一回全額寄付したらいいんじゃない、キャバクラにシャンパンという形で全額寄付。使うのも難しいなって思った、お金って税務上だったりとかさ、まあ仕事のお金出して、そう役法で出してから個人で使うと結構いかれるもんね。僕はパトやりたいっていうのは、まあ別にオチをつけただけです。まあそんな感じでね、悩みもだいぶ高度になってきたわけですよ。昔は稼げないなーで悩んでたのが、採用周り悩んだりとか、教育周りで悩んだりとか、他にもですね、お金の使い道で悩んでるとか、だいぶ高級な悩みになってきたわけですよね。そんな悩みを持ちたい方、まずはね、お金を稼ぐってところの悩みを解決するところから始めてみたらいいんじゃないかと。なんとマーケティングを勉強してお金を稼ぐと、こんなに深い悩みを持てるようになります。非常に辛いです、こんな辛い世界へようこそ嫌味だな。まあ、概要欄にね、マーケティングメルマガ無料で置いてありますので、ぜひそちらの方チェックしてみてください。稼ぎたい方はぜひと、リンクを押してね、メールアドレス入力して送信ボタンを押すとね、毎日毎日メール届くんで、チェックしてみてください。そんなわけで今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。